ボタンの折ります。まずこちらを三角に折ります。もう一度三角に折ります。いただきます。こちらの中心の折り目に向かって三角に折ります。向きを変えて同じように折っていきます。こちらを一度開きます。このように折りたたみます。同じように開いていきます。こちらの先の部分を全部中に入れていきます。こちらの中心の部分を少しだけハサミで切ります。今切った部分を開きます。こちらで完成です。